ライセル、イグレシアス・トラビエソは、キューバの青年の島出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のロサンゼルス・エンゼルス所属。愛称は、エルシュクロン。2010年から、セリエナシオナルでベースボールのトロンヘロスで、イスラデラフ・フベントゥでプレイ。2013年3月に開催された第3回、ワールドベースボールクラシックのキューバ代表に、選出された。 6月に行われた第14回ワールドポート、トーナメントでも代表に選出されている。9月にメキシコへ亡命を試みたが失敗。11月に再び亡命し、成功した。2014年6月27日にシンシナピレッツと総額2700万ドルの7年契約を結んだ。7月11日に制限リスト入りした。2015年4月12日の セントルイスカージナルス戦で先発して、メジャーデビューを果たした。以後、一定の登板機会を得て18試合に登板し、うち16試合で先発登板した。3勝7敗と大きく負け越したが、防御率4.15、ホイップ1.14という安定した数字をマークした。また、ハイレベルな三振脱出能力を発揮し、 95.1イニングで104個の三振を奪って、脱三振率9.8という好成績を叩き出した。2016年は、自身初めて開幕投手を務めたが、シーズン途中で中継ぎに配置転換され、投げた37試合中先発登板は5試合だった。クローザーとしても起用され、3勝2敗6セーブ、防御率2.53、ホイップ1.14、 脱参審率9.5というハイレベルな成績を残して期待に応えた。2017年は年間通してクローザーとして起用され、63試合で3勝3敗28セーブ、防御率2.49と結果を残した。また脱参審率が10.9と初めて10.0超を記録した。2020年12月7日に、ノエラミレス及び後日発表選手とのトレードで、 金銭と共にロサンゼルスエンゼルスへ移籍した。2021年4月1日のシカゴホワイトソックスとのシーズン開幕戦でエンゼルス移籍後初登板し、移籍後初セーブを記録した。ありがとうございます。